田原さん最近すごく忙しそうなんですが先日福岡おとといかなあの福岡からお電話いただいたと思ったらだから昨日札幌に札幌行ったのどうしてはい。福岡から火曜日に東京へ羽田へ着いて羽田で飛行機乗り継いでそれで札幌行ってそのまま羽田で乗り継いで札幌へ今日はこれから浜松行きますけどそうですかお忙しい でね、やっぱりね、ね地方行くと面白いんですよ。こんなにね、あの地方各党でね、各地域で。政治に対する、政府に対する不信感が、こんな強まってるというのはね。僕も実感としてね、すごすぎると、いかに民主党の政府がダメかってことなんですかね。肌で感じられるってことですね。やっぱ地方に行くと。ま、はい、やっぱり東京よりも、さらに経済的にも、こう。 厳しいあるんですかというよりね、ええ、あの誰が悪いのか分かんないけどつまり政府の言ってることがその地域に全く伝わってないな例えばその札幌で実は札幌は北海道の町村会っていうのが主催だったの。町村会っていうのはね北海道の町長村長。あはい、北海道の全 町村ですよあ,あの、うん、まあいろんなテーマをやったんだけど一番面白かったのはつまり北海道は TPP に反対なんですよ。で北海道の知事も反対なんですね、うん、TPP に全部反対。で僕は TPP はやるべきだって話をしたの。 その中で話を得るべき実、ねうんね、はね、い、朝まで生テレビみたいに大統領会になったんで受けるのは僕一人だけどねで <laughs> <う>あ、まあ、400500人は持っていたかな面白かったですよ。えー、で、ね、何感じたかというとつまり、えー、政府は TPP に参加すると日本にとってプラスになると日本の GDP が2.78を増えるとこう言ってるわけね。 でところが、具体的に北海道は農業圏ですね、はい、北海道にとってどういうメリットがあり、具体的に北海道にとってどういうデメリットがあるか説明一切ない、これはね、道中も悪いと思う。でね、だから、つまりないから、それで、ね、TPP は日本にとってプラスなんだ、プラスなんだって言ってるから。 北海道って、どうなんのよとね、全く説明がない。それが、なぜ、こう。説明がないのかもともと、本当は政府してるけど、伝わらないのか、どっちなんですか。伝わらないのは政府の責任でしょう。伝わってない。うん、でね。例えば。うん、北海道は。あの。農業県だね。うん、例えば、今。米の関税って。何倍だと思う。ああ、すいません、ね。米、日本に入って。くる、はい、アジアから。 その時の米の関税がね、700倍なのね。700倍。700数十倍ですよ。これゼロになるわけね。うんうん、ね。それからあの農産物みんなゼロになるわけね。ね。そしたら北海道は壊滅だって話になるわけねで。で、それに対して大丈夫だという説明がない。全く。まあそういう時の政府の説明は農業は今でも平均年齢が農業者の 66歳去年は65歳だった姉は67歳ほっといてもねこの3年で終わりだよとだからむしろ農業の改革が大事なんだと農業の改革が大事だからこの TPP をむしろねきっかけにいい良いその契機として改革をやるべきだと,というのねこれ、ね、どういう改革をすべきなのかで、ね、例えばで今の農業はどこに問題があって どうすればいいかとさらにまた政府は北海道こそ農業改革をまずやるべきだってわけそこまで言うのどうしようって言ってないの確かに北海道なら大規模農業もね可能だしね今まで北海道をダメにしたのは自由民主党って知ってる知ってます自由民主党という政党なんで長い間政権にとってこれは北海道を全くダメにした どういういことですか例えば北海道は昔炭鉱が多かっただから炭鉱労働者が多かっただから炭鉱というね労働組合が強かったうん、うん、でこの間も事件を起こしたんだけど日教も強いです北教ってねだから自民党は北海道は社会党が強いとこんなとこをまともに相手にしたらどうしようもないとうん、うん、そこで北海道をカーッチョウというのを作ったのね 北海外の海外庁ってねすごく大勢でね作ってでどう違うかって北海道海外庁は北海道にだんだん、ね、金をばらまくとこね補助金ってことですねいろいろ,いろいろ含めてそうすると道庁の場合にはねやっぱりあの道議会の議員がいて北海道は何が必要かここが必要だこうしなきゃところが海外は何もないわけだから つまり政府からくれる金をぶら下がるだけなの。でぶら下がるという体質ができちゃったつまりおか上頼みというだから自立心がなくなったう,こう北海道をこう自民党が得たいためにというかその直でお金を潰すために社会党を潰すために。めにうん、で,で,、ね、でこれは僕が言ってるんじゃなくて名前は言いませんが自民党の非常な実力者が僕に言ったあれはね 北海道の社会党でちょうど日中戦争みたいなね日中戦争って知ってるでしょ、はい、日本と中国なの、はい、あれ何でやったと思う、はい、似てるんだよ日中戦争の構図<中>つまり中国は、はい、日本は中国と仲良くしたいと、はい、ね中国の国民も仲良くしたいと思ってるだけど蒋介石ってやつがねアメリカイギリスにこのね洗脳されてね、はい でその中国の国民を裏切ろうとしていると、うん、だから蒋介石をやっつける中国と仲良くするための戦争だとこう日本は日中戦争言ったわけねなるほどそんなバカ言っあるはずだね社会党をやっつけて北海道民と仲良くするためのた、うんうん、でも結果的には北海道を馬鹿にしてそのためにどういうことが起きたかというともともと北海道は大農式の農業ですねでだから自立できるわけ当然ながら。うん 飛んでんへなんて言ったわけだから自立するためにやったところが、はい、自民党がその金をバンバンばらまいたからどういうことをおいたかこの金がみんなねほとんど公共事業の会なんですよそうすると北海道の農民が公共事業という付近を持ったわけだね、とね自立しないで農家は半分でいいんだとあと半分は公共事業の会で食えると働けがいいんだからね。 だから、ね、あの北海道が兼業農家が多くなっっちゃた<ー>それでこうへ来てね公共事業なくなってきた、うん、どうすりゃいいのかねという話でしょ、うん、それで冷え込んでるっていうでとで北海道経済ってあのこれも言ったんだけど北海道は日本の中の、ね、唯一発発展展途途上上国国だったうこの番組で前言ったと思う、はい、山口えり子さんっていうね、えーはい、人がいてこれはバングランディッシュに行ったのね。 であのバングラディッシュっていうのは日本あのアジアで一番経済の発展の受け入れだとこね貧乏なとこ一番最貧国と言われるい、うん、でそのね,、はい、ね山口栄子さんがなぜねバングラは一体貧乏なんだろうとで世界には金持ちの豊かな国と貧乏な国があるとなぜバングラは貧乏なんだろうと言ってで大学院入って勉強して分かったつまりバングラにはね仕事がない ね必要者を触れてる産業はない実は素晴らしい朝がある朝でところが先進国はその朝を買い叩いて買う、うん、買い叩いて安く買,って安く買いたとそれで持って帰って自分の国で加工する、うん、でカバン作ったりアパレルやったり高くね北海道こういう隣なんだよ 一番わかりやすいのは明太子でしょ北海道全部取れるんだからああそ,かそれを九州に持っていくと九州で明太子になってそれを北海道が買ってるってバカな話なんだよねああなるで、はい、例えば北海道昆布も北海道の産地だけど、はい、なんとこの昆布が福井県行っておぼろあのほら昆布そうそうあ,<ー>あれ福井県で作って北海道が輸入してると、ね、一般であるの本来ならばそういうね加工をすりゃいいんだよね ところは北海道はバングラディッシュと同じ構造になったわけだ。素材をそのまま買い叩かれて、なんと高いものを買っていると。だやっとね目覚めて、その北海道は自立しなきゃいけないと。可能性もたくさんある。可能性もたくさん持ってる。その時に TPP ってやってきて、ねでいきなり米のねそのあれをねゼロで壊潰すと。だから 具体的に TPP やることが北海道にどの点でどういうデメリットがあってどの点でどういうメリットがあってあるいは初めの23年はここが苦しいけど5年6年たってどうなる全くこういうね、ビジョンを与えてない。